照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の声援が選手の力になりますから、こういった球場の雰囲気をいつも作ってほしいですね。そう、まあなんとか進塁打になりましたね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、先ほどのバントも生きてくるんじゃないでしょうかね。はい、その期待のかかる倉本がバッターボックスです。ファウルになります。インコース低めのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。ここは内野は前進守備ですね。まあバック手が出ません。三振。このチャンス、しかし打つことはできません。さあそして打席には峰井が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。ストライク取ってきましたね。勝負しますね。そのようですね。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム、2回終了0対0、同点です。DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、あと1本が出なかったですね。そうですね、まあとにかくね、やっぱりチャンスで打たないとね、点は入らないですから、明日以降頑張ってほしいと思います。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。